最近駐留してる兵士からいい知らせを聞いたぜ。九条サラさんが城内の事務に追われてて、彼女の部下も当分は動けないらしい。結局のところこの秘境からはもうずっと魔物が出てきてないから、あいつらもこの重要な扉を守るだけで焦って秘境内に入る必要もないみたいだ。おかげで結構な時間稼ぎになってくれてるぜ。じゃあ早く入ろう。あの二人きっと待ちくたびれてるぞ。みんな戻ってきたのか。人も揃ったことだし、最後の答えを探しに行く時が来たね。あんたらはなかなか辛い一戦をしてたみたいだな。一戦？もう何戦したかすらも覚えていないよ。俺が本領を発揮した姿も悪くなかっただろ、式大将。タルタリアさんはこの秘境にすごく詳しくて、どんなに強い魔物でも完璧に対応できていた。僕たちならこの秘境の最深部までたどり着けると思う。おお、一緒に何日かいて結構仲良くなったみたいだな。もう戦友さ。再構築の間、式大将から聞いたんだけど、一番重要とも言える拓本の出現を感じたらしい。すぐ近くにあるみたいだ。あの拓本に込められた武術の力は他のものをはるかに超える。回収がうまくいけばこの秘境の真相を思い出すことができるはずだ。近くにあるだろ、なんで取りに行ってないんだ。式大将、あんた、あたいたちを待ってたのか。みんなのおかげで僕はここまで来られた。僕の記憶は君たちのおかげで少しずつ取り戻せたんだ。最後の一番重要な一刻はみんなに見届けてもらいたい。ずっとチリジリになっていた記憶がようやく一つの形になった。すべて思い出したよ。この結録音容量の過去、そしてその本質を。ここは陰陽師を実験する場所でも、邪悪なものを生む巣窟でもない。春之助が僕とこの秘境を作った目的は守護するためだ。守護？僕たちの国はかつてある災害に見舞われたことがあった。それが原因で春之助の一番大事な人が奪われてしまったんだ。春之助は深く悔やんだ。その時から彼は邪悪を制御する力を渇望するようになった。彼は海を渡りリーユへ行き、仙人を訪ねた。仙法を修行し、その奥深き術と自身が長年研究してきた神通を組み合わせ、最古の陰陽術を編み出した。その後彼は国に尽くす有志の武士を召集し、僕とこの陰陽寮を作ったんだ。そして僕を原型にした拓本を数多く制作し、それらを武士に分け与えた。武士と式神が組み、武術と武道を駆使し、より確実に魔物を滅する。彼らは二人一組となり、外で魔物と戦った。そして戦いに負けた魔物の情報を式神によって書き記した。秘境に戻ってから、その情報をもとに鏡の魔物の姿として再現し、武士たちの訓練相手としていた。僕は式神の統率者として、拓本たちの見聞や経験を吸収しながら、秘境の構造を調整し、武士たちにより効果的な訓練を提供していたんだ。そして時が経てば、これらの志の高い武士たちは、とてつもなく高い武術を身につけることができる。彼らが離れれば、また新たな新人がやってきて、新たな見聞、新たな相手、それらを繰り返していった。道理で終わらない戦いが続いていたわけだ。ここはもともと訓練場だったようだね。つまり、カムナ春之助がこの陰陽寮を作ったのは、武士を訓練してより効果的に魔物に対抗するためだったってことか。じゃあそいつ立派ないい人だったってことじゃないか。もしそうだったら、なんで秘境の奥深くに隠れる必要があるんだよ。いや、春之助はもうとっくに寮内にはいない。なぜかはわからないが、
春之助は全ての武士を追い出し、この秘境を廃棄した。その記憶、最後のかけらは、まだ思い出せていない。それどころか、春之助が離れるとき、僕に何を言ったかさえも思い出せない。離れたってことは、まだ生きてるのか？多分、少なくとも、僕はそうだと願っている。僕は春之助に創造された一種の兵器だ。僕と陰陽寮の使命は、戦いを作り続け、自分と他人を磨き上げていくこと。しかし今となっては、この秘境も意味のないものとなった。君たち以外、他に来る人もいない。主に見捨てられた兵器に、一体何の価値があるというのだろうか。なんか、すごく悲しそうだ。主に見捨てられた兵器。兵器になるのも悪くないんじゃないかな。戦いに沈んだ者は、皆自らの意義と価値を追い求めている。そうなのか？君は俺の秘密に興味があっただろう。どうして俺が秘境の排斥に抗うことができるのか。どうして俺がこんな複雑な戦局に対応できるのか。俺はただ木の根の隙間で戦ったことがあるだけなんだ。果てしない苦境、命がけの危険、それら養分を得ることでのみ俺はより早く強くなれる。俺が欲しいのは勝利ではなく磨くこと。自らを鋭利に尖らせ恐れられる存在になる。俺も君と同じ兵器なのさ。だったら君の追い求めている戦い、その終点は一体どこにあるんだ？終点を追い求めるのは終わることを望むものだけさ。俺は違う。そんな無意味なことなんて全く気にしていない。俺は戦うために生まれた。俺が生きている限り終点は現れない。俺の選んだ道はその一歩一歩が全て極限なんだ。戸惑いを捨てろ。悲しみと迷いを抱えたままでは無情な兵器にはなれない。どうやったら捨てることができる？あたいが思うに、捨てるっていうのは一種の表現じゃないか。別に本当に何かを捨てるわけじゃない。式大将、あんたは何も捨てなくていい。あんたは記憶を取り戻したばかりだ。今こそ過去を拾うチャンスなんだよ。あんたにとって正しくて重要なこと、それを取り戻せればそれでいいんだ。正しくて重要なこと？あたいにはあるぜ。あたいはロックが好きだ。ロックが好きなやつはあまり多くないだろう。確かに人気はないが、それでも大丈夫。楽しけりゃそれでいい。他の奴らが好きかどうかなんて、あたいと全く関係ないと思わないか？あたいは自分のやりたいことしかやらないぜ。たとえ冷たい目で見られても、放っておけ。あたいの音楽は、はなっからわからない奴のために聴かせるもんじゃねえ。曲、確か僕のために弾いてくれた、あの試験。一人寂しく道を歩き、たまにかがり火のそばで人に会って、みんなで一緒に焼き魚を食べてた。そうあんたは言ってたけど、そういうのが理解できてる時点で、あんたは人の感情をよく知ってる。人はみんな、多かれ少なかれ、そういった孤独な道を歩んだことがある。あんたもそこにいる。ならあんたは、あたいたちの仲間だ。だからこそ、かがり火のそばで出会い、友達になれたのさ。道は険しいが、あたいたちは孤独じゃない。式大将、これがあたいの音楽にある言語で、正しいことを続けた収穫だ。あんたは、何かやらなきゃいけないことがあるんじゃないか？深淵さん、今はまだ君のようにはなれないけど、僕はわかっている。このまま立ち止まっていてはいけないと。前に進もう、みんな。最後の拓本を取り戻したい。いや、取り戻して、この秘境を再び掌握する。きっと、僕にできることはまだあるはずだ。おう、気を取り直していこう。まだ戦いが残ってるぜ。
みんな一緒に進めば問題ない。カムナ様、訓練を受けた武士の6割が負傷し、式神の消耗も予想をはるかに超えています。それに外界の情勢が安定してきた今、我々が究極の武芸を追求する必要はあるのでしょうか。どうして恐れる。小生はとっくに分かっていた。春之助、はっきり言うが、彼女はもう戻ってこない。小生はただ彼女の後代を助け、この領土を守りたいだけだ。滅すべき対象がなくなり、守るべき人も平和を得た今、我々の使命は終わったと言えよう。小生は時が許すなら一生ここで守護し続けられるとずっと信じていた。このような言い方は小生自身を危うく騙してしまうところだった。お主は決して小生のようになるなよ。安心してくれ春之助、僕は分かっている。君が稲妻のためにしてきたことは他人が意味を与えていいものじゃない。そして僕の存在もそれと同じ。当初お主に冷静を注ぎ込み、人の感情を理解できるようにさせたが、やはり正解だった。結局小生を啓発してくれたのはお主だったな。明日に光眼あってセロに誇れども、夕べに白骨となって光源に朽ちぬ。いい言葉だ。これでもう小生に心残りはない。我が友式大将よ、自らの使命をよく果たしてくれた。もう待つ必要もない。小生は新たな意味を求めて再び出発する時だ。これでさよならだ春之助。どうか安寧であれ。全てを思い出した。春之助に見放されたわけじゃない。僕は彼を説得し、彼と一緒にこの心の迷宮を出たんだ。春之助は僕を見捨てたわけじゃない。僕が彼を啓発し、彼の抱えていた重荷を手放させたんだ。僕と結録音容量に対し、春之助は美しい願いを持っていた。強いて言うなら、生まれた時代を間違えただけなのかもしれない。武士たちは精一杯鍛錬し、その鍛錬も少しながら効果があると証明された。しかし、凡人の力には限界がある。我々が作り出した進歩はあまりにも遅いもの。僕たちが修行に奮闘していた時、あの無双の人たちを振るう神が勤勉で強大な戦士を引き連れ、この土地に埋もれていた災いを根絶やしにした。みんなの努力が突如として不要なものになった。そんな結果を受け入れられる人なんていない。全く想像できない。でも、どこかで似た話を聞いたような。僕は混乱し、落ち込み、すべてを疑った。しかし、僕たちの作った結果、僕たちの払った代価、それらがたとえどんなに小さなものでも、実際に存在していたものだったんだ。いずれにしても、春之助と武士たちの望んでいた目標は達成され、武士たちも精一杯訓練する必要がなくなった。それはもともと祝福すべきことだった。だが、春之助は情がありすぎたゆえ、世間のあらゆるものを気にかけ、自身の失ったものに固執したのだろう。守護は我々の共同の願いだった。春之助はみんなを守ろうとした。ならば、僕は春之助を守ろう。
春之助の最も満足する造物として、彼が結録音容量にいた時の唯一の友として、僕は彼を導いた。彼は僕に言っていたよ。新たな意義を探しに行くと。一ヶ月かかるかもしれないし、一年。何百年かかるかもしれない。どんなに長くても、僕はいつの日か彼が願いを叶え、ここへ戻ってくることを願っている。来る日も来る日も待ち続け、僕は深い眠りについた。はぁ、あ。春之助よ。君はもう戻っては来ないだろう。そんな悲しむなって、式大将。カモな春之助は、あんなに強い戦法を学んで、神通だって身につけてる。もしかしたら、不老不死になってるんじゃないか？みんな、もう決めたよ。春之助がこの世にいてもいなくても、僕は彼のために生きるのはやめる。君たちに会ってから一つ学んだことがある。信じることだ。春之助は自分の道を歩んでいる。僕はそう信じる。そして僕自身もそんな道を歩んでいけると信じてる。この世に生まれ落ちた時から僕たちは孤独の果てに向かって歩んでいる。だけど霧の中には火の光があり、夜空の下には新たな仲間がいる。僕たちの使命が長い旅によって終わることはない。春之助のやった全てに価値がある。そして僕の意義こそ僕の使命なんだ。この点についてはずっと変わらないし、奪われることもない。我こそは武人を補佐する式神が長、式大将。この結録音容量不変の領主。我が責務は武人を補佐し、武道を極限まで鍛え上げる者に手を差し伸べること。世の中にはまだ高き山を登る者が必ずいる。僕はその山々の綱となり、彼らの武器となり、彼らと共に頂へ向かおう。よし、その息だぜ。記憶が完全に戻った式大将は、なんだかすごく頼りになる感じだな。すでに結録音容量は再び制御した。今後鏡の魔物が逃げ出すことはない。今回のこともこれで終わりだ。あと何日かすれば武術の力の脈略を整理し、結録音容量を元通りに戻すことができる。ここは予測不能でありながら安全で頼れる試練の地。今後は僕もここをずっと守護し、武道を極める者に最も効果的な試練を与えよう。天領奉行もそろそろ秘境に入る頃合いだ。彼らが来たら僕が今回のことを詳しく説明する。それについては僕に任せてくれ。わかった。つまり、オイラたちは後処理をしなくてもいいんだな。オイラ、こういう何も気にしなくていい感じ、すごく好きだぞ。君たちのおかげで、僕は真の自分を取り戻せた。少しばかりの礼を用意した。みんなの恩とは比べ物にならないが、少しは役に立つだろう。拓本？彼のことは式少将と呼んでくれ。式少将は他の拓本と違い、大陸のどこにいても僕と連絡を取り合える。結録音容量を離れれば、彼は式札と符術を使うことができなくなるが、君たちを加護することはできるだろう。彼を連れて各地を渡り歩けば、僕をそばに置いて連れ歩くのと同じ。式大将の口調がしんみりしてきてるぞ。あたいたちともう会えないことを心配してるのか？おい！そんなしょげたこと言うな！あたいたちはまだここにいるだろ！それに、旅人と九条サラさん、北斗さんのおかげで、あたいが稲妻に来るのもそこまで難しいことじゃねえ。もしかしたら、たまにまたここに来て、あんたに会いに来るかもしれねえぜ。新蓮さん、それは、君の時間を取ってしまうことになる。聞くが、ロックはどうだった？ロック。僕にとっては、
非常にいい音楽だった。それだけで十分だ。あたいは音楽の良さを知っている人にしか演奏しない。みんな、よく聞けよ。あたいが一曲奏でてやる。え、ここで曲を弾くのか？この曲にこんな心震わす部分があったなんてな。あ、講師はダンスができるんだろ。あいつと一緒に。ちょれ、講師は？おーい、講師、どこ行くんだよ。まさかこっそり逃げようとしてるんじゃないよな。逃げる？俺はただ休憩する場所を探して考え事をしようとしていただけだよ。旅人、俺が調査していたことを君に教える時が来たね。やっぱり鋭いね。君の目は人の心を見透かしてるんじゃないかって時々疑ってしまうよ。今回はすごく楽しかった。正直稲妻はかなり好きだよ。些細な厄介事、そしてそれがもたらす影響を考えなければね。もともとはこの秘境が残氷と関係していると思いここへ来たのさ。だけど彼はいなかった。神の心を持った残氷は俺たちと連絡を絶った。これにはおそらく何か裏がある。だが残氷がこんなことをするのも俺は全く予想していなかったわけじゃないよ。俺が戦いを求めてファトゥスになったのと同じように、ファトゥスの多くは自分の目的を持っている。あの心はもう少し泳がせておこう。いつかどこに行ったのかがわかる。その時は君ならどう選択する？旅人、君の終点はどこにあるのかな？ほんと、もう少しここにいたかったね。長く滞在すればするほど次に会った時の喜びも大きくなる。夜空の星のように君はいつも多くの驚きをもたらしてくれる。俺の相棒。